ミチャンネル。スーパーブラザーズマリオワンダーパートが16やっていきましょう。前回がですね、こちらワールド4ですね、ボスステージをクリアして、まあ残り、ワンダーシードを回収するっていうところになってます。おそらく今いる場所と左側のもう2つかな、残り2つのステージっていうところをクリアすればっていうところなんですけど、まず1つ目、達人バッジチャレンジ止めレベル1やっていきましょう。バッジチャレンジ透明、プレイヤーの姿が消えて敵に見つからなくなる。ほう、お、消えた。消えたけどさ、なんだろう、影は見えてるから、まあ、とりわけめちゃくちゃ難しいってわけではないね。うん、はい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 、見つからなくなるってことは、あ、え、待って、え、見えない。ああそうか、背景があると、背景っていうか背景の建物があると影が映るけど、空だと本当に見えなくなるんだ。あ、はいはいはい、見えないけど触れるのは触れるってことか。これやばいな。え、これ待って、これさ、壺持ってないとやばくない？今壺持ってるからさ見えるけどさ、やば。見えない。どこ、これ乗って行ってもらって、マリオは、ああ、そうだ、そうだよね、このマリオのダッシュのさ、足元のさ、なんて言うんだろう、この土煙でどこにいるかギリギリ分かるって感じ。これは壺持ったまま乗って突っ込んでもらって、オッケー、はいはい、壺最強か。でもさ、壺持ってたらさ敵からも見えるよね、普通に考えて。これも乗って行ってもらって、はいはい、かわいいかわいいってやって、かわいいね、かわいいねってやって、これも行ってもらうと。で、OK! 3枚目ナイス、はい、ジャンプ。これない方がスリラーっていいな。はいはいはい。今どこ？マリオどこ？今、どこだろうチャレンジしてる。おそらく、左上のとこ乗ってる？乗ってないわ。こうで、こうで、こう、ま、こうで、こうで、こうで、なんもない。あー、復活してる？復活してくれてる。これさ、どうやって気づいてもらうんだろう、これ。あ、無理か、もうとりあえずクリアするか。 OK、 ファンタスティック。まあ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 、でもさ、これさ、このバッジさ、強いのか。自分の姿が見えないから危険になる可能性はあるけど、敵にやられることはないってことか。面白いね。お、来たー、36やりましたね。今使ったバッジプレゼントしてもらいましたよ。バッジを付け替えてみますか。いらないです。お、おめでとうございます。ヒデリ砂漠のワンダーシードすべて手に入れました。記念に100ワンダーコインをプレゼント。ナイスー。これで、あ、スペシャルワールドってなんだっけ。はい、フラワー諸島に戻ってきました。なんだっけ、さっきのスペシャルなんちゃらってところは、まあ多分クリア後、まあやるのがいいのかなっていうところですね。もしくは、まあ最終ボス前かな、やっても。こんにちは。相変わらず、あいつはおっかないですが、進め、王子様。魚を釣れていないのですが、不思議なメッセージボトルが突然釣れましたよ。なになになに、キノピオ隊長って口が回ってない。キノピオ隊長は皆さんを応援しています。何のことでしょうね。お、カメックだ。なんだ、何？船ステージだ。船ステージさ、超楽しいから好きなんだよね。きたー、いけ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 。あ、読むの忘れた、タイトル。フラワー諸島の飛行戦艦やっていきましょう。すごいな、髪が。ねえねえ、すごい髪。おっと、メカクッパ、懐かしいな。メカクッパを持って
はいはい、泡マリオ。メカクッパがね、結構いいんだよな。これ上投げといて、OK。で、雲に入ってと。はいはいはい、上に行けるけど、まずここね。あ、やべ、捨てよう。捨てましてと。ここで雲を乗り換えるのか。はい、乗り換えして、あ、コインか。あ、待って、乗り換えてきてない。危ない、危ねえ。はいはい、炎が切り替わって、これ下か。下行って、危ねえ。当たった。あー、ちょっと、早く行っちゃった。もう押しよう、押そう。ゴリ押し。ゴリ押しして、いらない。乗り換える。忙しいな。忙しい。危ない。で、ここも乗り換えして、一応お花触っといて、いったー。無駄な乗り換えを挟もうとしたせいだ。乗り換えして、いやー、やらかした。はい、戻ってきたかな。なんか入れそう。はい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 。なんか俺足場見づらいな。タイミングがわからん。ここか。ここでこうやって切り替えて OK。 はい、中間。これオートスクロールだけど、しっかりここ割ってって、で、OK、ナイス。で、パル一応持っとこう、これ。なんかあるかもしんないし。おそらく持ってけっていうことなんじゃないかなと。で、パルで壊して、ナイス！狙ってる！危ない。しっかり、雲に乗って、で、ちゃんと、こう移動していけば、おそらく当たんないんじゃないか？ここはあえて近づいて壊してもらうと。ナイス。エクセレント。で、一回雲乗り捨てよう、これ。ここ？これ狙ってもらうんじゃない？なんかある？なんもない。大したもんなかった。うおー！いけた、いけた、いけた！ここ！乗り換えて、大したもんなかったね。ここは、一旦待って、OK、いいよ。いい、いい、いい。そして、来たー！ナイス！言ったワンダーシード。さあ、あとは多分、クリアするだけだ。おー、巨大な、プロペラが、やばい。やばい。危ない。スピードが速くなってる。上だ。上行って、お花を開放して、わ、え、まだ中、え、中間？まだまだ先あるってこと？壊して、壊して、あぶね、オッケー。で、と、捨てると。これ、ボス部屋だね。来た、いつものやつ。かわいい。犬見てだ、あいつ。はいはいはい。で、持って持って持って。はい。はい、ナイスー。え？終わり？え？まだあるよね？終わり？嘘ー。マジか。なんか道中すごくさ、難易度もまあ多少難しくて面白いのにさ、ボスの弱さなんとかなんないのこれ。弱すぎー。ナイスー。はい。じゃあ、次。お、ここクリアしたらおそらく次のね、ワールドに行けるというところなんですね。はい。ちょっと散策進めていきましょう。今行ける箇所は、これ左行けないね。ここクリアしたらいけるようになるのかな。これ下側はさ、新しい、なんだろう、あれだよね、ステージだよね。ってことは、まあ、右側からやるか。食欲旺盛ガシガシのホラーな。おお、
すごいすごい、ブロック壊してきてる。あぶね、あ、やばい、あぶねー、助けた、違う意味で助けた。大丈夫か、え、何あれ、おー、なんだそれ。あ、よかったよかった、1枚目はここにあったね。これさ、早くしないと壊されるみたいなことが結構あるんだろうな。気をつけてね。行ってきます。あと5体、はいはいはい、倒せってことね。はい、あー、ガシガシが倒してくれてんのか。あー、勝手に勝手に倒してくれてる。なんかやることねえな、頑張って。可愛くねえこいつ、金馬だ。え、こっちも来んの、上上上、そいつそいつ、おー、ナイス、よいしょー、はい。こいつ可愛くねえな、マジで。結構さ、この間のパートかな、マリオの敵キャラって可愛いよねみたいなこと言ったてんところなのに、可愛くねえな。はい、よし、いいよ、中間、早いね。これバブルもらって、バブルバブル、ワンダーシード、あぶねえ、あぶねえ、これ何、うおー、超来てる。これさ、引きつけて引きつけて叩く、あ、叩いたら倒せるわけじゃないんだ。これ下取って投げる、オッケーで停止して、いいよ、持ってよしなな、タイミングで、オッケー、あ、待ってくれよ、出るのかい。でワンダーフラワー、オッケー、さあ行きますか。まあ容量は分かったからね、はい、ここも見えたら叩く。あれ使ってねえのに使ったことになってるな、これまずいな。お、でも自分で言ってくれてる、ナイス、それはナイス、はいはい、危ねえ危ない、持って、うおー、何それ、何それ、何それ、やばい、これ取ってなんか出た、はい、止めて、お、来た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 、ナイス、なんていうか、なんだよ、やばい、待って待って、あ、やらかしたー。これ戻ったら戻る、そんなことある、ちょっと若干戻らせてくれ。ほん、あの敵キャラだけでもさ、戻ってくれたら。ほーらねって言わないでよ。まあまあまあ、いいか。ナイスー。新しい敵キャラ、ガンガン出てきてるね。いいね。ジジイ。さあ、じゃあ次はこちら、何でも食べるぞアングリの並木。さあ、あぶねえ、これまた違う意味で助けたな。かわいい、かわいいな、疲れてんのか、何、なんか喋れよ、なんだあいつ。さあさあ、フラ、やばいやばい、あー、取られちゃった、はい、かわいいな、アングリは可愛くていいな、よしよしよし、なんかあれだね、あんまり敵いないね、え、かわいすぎ、かわいすぎ、頭打つんだ、え、通れてない、かわ、かわいい、かわいい、危ない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 、よし、はい、これはどういうことだ、マジで何もない、あぶねえ、アングリ使うか、アングリを使って、おい、ナイスー、サンキュー、進めー、オッケー、
あっぶねー。これもアングリ使う。はいはい、よしよしよし、はいはい、死なないんだねアングリは。お、ワンダーフロア。え、ありゃアンリア。すごい。あ、ジャンプはできるけど飛べてないね。あ、そういうこと。これアンクリにこの敵キャラに食べられないように隠れていけってことか。一気に行こう。かわいいな。仲間が今のうち今のうち。これは左側だね。アングリが右に行ったタイミングで降りて、降りて、危ねえ、怖え怖え怖え。オッケーオッケー、いいよ。あ、怖い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 。え、怖い怖い怖い。え、バレてないバレてない。急し、急げ急げ、急げ急げ。よし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 。はい。いいよ。それ、これどのタイミングだ。え、どうやったらいいんだろう。とりあえず降りるか。かわして、しっかりかわして、間に合え、危ねえ。でここで降りて、新種発見、左か、で左でフラワー、ナイスー。いや、面白かったな、今の。ああいうの求めたわ。なんかさ、もう、結構、まあ、中盤さすがに超えてると思うんで、マリオワンダー。いや、超えてないのかな？ちょうど中盤ぐらいなのかな？そろそろ、あ、やっちゃった。そろそろさ、出てくるギミックとか減ってくるかなと思ったら、新しい要素出てきて嬉しいね。ナイスー。お、ということでこちらに進めるようになったんで、こちらも、おお、これ見れるだけか。はいはいはい。この辺り気になるね、これなんかありそう。あー、でも渡る前に、あ、でもここもクリアしたら渡れるのかな。花ちゃんあるね。どうしよっかな。どうしよう。多分さ、ほら、なんだっけ、あのパックンの雲のやつが2体いるから、あと2ステージクリアすれば多分ボスステージいけると思うんだよ。まあでもこの辺りちょっと気になるし、先にやっちゃってもいいかもね。豊かな大地、パックンガーデン。おお、パックンガーデン、ブラパがいっぱいいるね。え、あぶね。え、どうするのこれ。どうしろって。え？あ、え、入れるよね。入って、で？ん？お、誰かいるよ。ファイヤー。頑張ってるな。ここはどうする？いや、ファイヤーじゃブラバッ倒せないし。あ、この一マスか。ここ、あー、ダメなの？これなんだ？これなんだ。これはなんだ。どうすればいいんだ。あそこの気になるな、あれ。届かない、バブル届かない。届けー、無理か。あ、いけた、いけた、いけたわ。いけたけどしょぼかった。中身は別にない。すげえ、ブラパ強すぎだな。うん、はいはいはい。これはなんだろう、下入った意味あるのかな。え、わからんな。これバブル出して、これ取れるでしょ。こっち側も降りれる。
おいしいけど、こっちは特に何もないと。てか、シンプルに手前側のオブジェクトが邪魔だな。そしてここは上。あ、これ、あれかな？え、帰ってこれるってことか。なんかあるね、これ。いや、え、なんだろう。あ、やっぱり。あ、そうだよね。で、スターが出るから、これで、回収しろってことか。あぶね。これさ、右行っていいのかな？なんかありそう。え、行っちゃっていいのかな、これ。はい、食らってく。なんか見逃しありそうだな。やだな。どうしよう。でも来ちゃったもん、しょうがないしね。一回戻って見るべきだったかな。メロンだ。違う、スイカだ。スイカでした。すいません。ここは、なるほど。スターが出て、で、右に行くから、タイミング取る。で、ふんむ。これでワンダーフラワー。お！なんだあいつは。気持ち悪いのがいる。乗ってけってことだよね。かわいいこいつ。お前も動くの？有能。はいはいはい。ああ、干渉しないんだ。なんか背景も動いてるけど、これ背景バージョンもあんのかな。はいはい、これは下一回降りて。あぶね。これも下降りたいね。下降りて。なにー。あ、奥行くんだ。奥行って、わ、すごい。奥すげえよ。いろいろ動いてる。土台も動いてるし。あ、待って、そこは雨。痛い！急に動かないでくれよ。はいはいはい。ブラバ倒して。待て。これ一回、パウ拾って、で、こういうことだね。で、ナイスー。いやー、でもこれさー、コイン逃してる気すんだよな。あとは上気になるな。あれはさ、パウ投げたらもしかしてなんとかなるかな。あ、なるなる。別に。いやー、これゴールくせえなー。あー戻れはしないと。これ使っちゃっていいもんなんかな。持ってっか。オッケー、ナイス。いや、ここもいいコンセプトのステージだったね。いや、ただ逃してる気するな。まあまあいいか。さっきからもういいかで済ませちゃってるけど。あ、道できたね。行けるとこいっぱいある。あ、これが最終ステージというか最終ワールドか。行けるとこいっぱいあんな。どうする？一旦ここクリアして、もう新しいステージ行っちゃってもいいかもね。行った方がいいな。じゃあここクリアしよう。バッチチャレンジフロートスピンレベル1。フロートスピン、空中で R を押すと上昇する。ほう、あ、なるほどね。これさ、プロペラマリオみたいなことか。これ結構いいね。あ、でもそんな高く飛べるわけじゃないんか。はいはい、ガイドもついてる。でも結構好きだなこれ。はい、と結構いいよフロートスピン。シンプルにさ、ジャンプ力伸びるのは嬉しいよね。これは
はむーえこれどうすりゃいいんだろう。あこうか、なるほどね、勢いでそのままいけるんだ。ナイスフロントスピンちょっと使ってみようかな。なんかバッジもさ今固定になっちゃってるからさ、いろいろ使いたいよねそろそろ。うん、ナイス。お、まあ付け替えるか。じゃあでこれでこっちのワールド攻めていきましょう。キノコステージってどういう感じなんだろう。さっきのさ左側のさところはさマグマがメインだと思うんだけど、金金採掘場地下ってことかな。お地下っぽい、地下っぽいぞ。金金採掘場来た。金金採掘場に着きましたね。ここにもグランドシードがあったはずなのですが、地図を見てもどこにあったか思い出せません。この辺りのポップリンを探して話を聞いてみましょうか。 OK です。ポップリン、あ彼ですね。こいつポップリンって言うんだ、知らなかった。あれ誰もいないですね、なんでだろう。あ、書き置きが落ちてます。どれどれ。ようこそ採掘する音がキンキン鳴り響く、キンキン採掘場へと言いたいところなのですが、なのですが、大変なことが起こって採掘どころじゃなくなってしまいました。ほう、なんとかしないといけないので私はここを離れます。な、理由を言ってくれよ。私はここを離れますじゃないんだよ。もしあなたも手伝ってくださるなら。うわ、嫌な言い方するな。まず何が起こってるのか言ってからさ、手伝うか手伝わないか決めるからさ。そこにあるワンダーシードを差し上げますので橋のところまで来てください。了解です。もらって帰るっていう選択肢ある。ワンダーシードをもらって橋のところまで行きましょう。まあ行くだけね。ちょっと寂しい。え、ああ。取り急ぎ行くだけ。よし。あ、てかさ、今見たらさフラワーコインカンストしてない ?999 になってるよね。これカンストしてるよね。じゃあ使った方がいいのか。回す?あとであのなんだっけガチャ。どうした?どうしようかな。あ、そこの、あ、そのワンダーシード、私の家の書き置きを読んで助けに来てくれたんですね。実は私の仲間が採掘に行ったっきり帰ってこないんです。心配だね。どうやら王子様のためにグランドシートを探して、採掘場の奥まで行っちゃったみたいで、優しいね。あそこはすごく危険なんです。早く助けに行かないと。なんと、フラワー王国のためにそこまで。これは放っておきません。一緒に助けに行きましょう。あ、ありがとうございます。早速この橋を直して、あー。いや、ちょうど良すぎる。999枚ある使わないとねって言ってたら、どうぞ。10かよ。もっと渡すけど。300とかでもいいけど、全然。安いな。修理は完了っと。あ、そうだ、いいものがあるんだった。ダウジングバッジ。途中級のバッジですから、ぜひお役立てください。あれでしょ?フラワーコインの場所がわかるとかでしょ?いや、いらないです、それ。それつけちゃうと楽しみが減っちゃうんで、いらないです。準備はいいですね。さあ、行きましょう。なんか、いろいろあるね。これは何だろう。ここなんかありそう。ほら。触れるな危険、迫るくる黒い影、面白そう。あ、
お、来た来た来た、まあ、せっかくだしいろいろ買うか。まずはシード買って残機はいいか。とりあえずパネルくじを変えるだけ変えますね。はい、ということで、まあ、結構買ったな。ちょっとね、今ね、時刻が1時、夜の1時9分なんですけど、A ボタン連打しながら寝てた。気がついたら。はい、で、ちょっとこれ、ね、ワールド、せっかくこっち来たし、1ステージぐらいやろうかなと思ったんですけど、ちょっと眠いので、今日は寝ます。ちょっと次回のパートで、こちらね、ワールド5かな？わかんない。なんだろう。ワールド、5だね。金金採掘場の方を攻略していければなと思ってます。というところでお疲れ様でした。アミチャンネル。